ファーストエイドキットは、スウェーデン出身の女性フォークシンガー二人組である。姉のジョアンナ・ソダーバーグと、妹のクララ・ソダーバーグの姉妹により、結成された。2007年に、スウェーデンは、ストックホルム郊外の永遠シェデーにて、姉のジョアンナと妹のクララにより結成される。彼女たちの父親、ベント・ソダーバーグはスウェーデンで人気だった、ロックバンド、ロリータ・ポップなる。 バンドの中心人物だったが、ジョアンナの誕生後は、バンドを脱退し、歴史と宗教の教師に転じた。また彼女たちの母親は、映画撮影技術の資格を有する人物だという。二人は、子供時代、マイクに合わせて、縄跳びをするという、一風変わったコンサートに参加したりしており、クララは6歳の時に、フェムトンミル、 アイミニッツ・バーベベルなる曲を最初に書いて披露したという。またクララは地元の音楽専門学校に入学しようとしたこともあるが諸事情により入学はしていない。2005年、クララが12歳を迎え、ジョアンナはクララにアメリカ出身のカントリーロックバンドブライトアイズを紹介するとともに、そこから二人は音楽への道へと進んでいくようになる。ボブ・ディランや ジョニー・キャッシュ、レナード・コーエン、エミル・ハリスといったアメリカの大物カントリー歌手に影響を受けるとともに曲などをカバーしてはクリスマスのパーティーなどで披露していたという2007年4月にマイスペースに自身のアカウントを開設自作曲数曲をアップロードすると同年夏にそのうちの一曲が最優秀ソングに選ばれるとともに現地のレコード会社より ストックホルム市内のパンクとメディスト書館にて初のライブパフォーマンスを披露する。これがファーストエイドキットとして最初のライブとなったと姉妹二人は語っている。翌年にはスウェーデンのレコード会社ラビットレコーズと契約を交わし初の EP 版を発表。これと前後して本格的なライブ活動を開始。2008年末にはイギリスのインディーロック系レーベル ウィチタレコーズとも契約する。2010年に初のアルバムとなるザ・ビッグ・ブラックアンドザ・ブルーを発表。この年の10月11日にテネシー州ナッシュビルにて開催されたカントリーフェスに出演。このパフォーマンスを見たホワイト・ストライプスのシンガー、ジャック・ホワイトに絶賛されるとともに、バッフィー・セント・マリーのユニバーサル・ソルジャーズとメル・ロンドンとタンパレッツのイット・ハーツ・メトゥーを レコーディング。ジャック・ホワイト所有のサードマンレコーズから発表する。2012年には2作目となる、ザ・ライオンズ・ロアーを発表。翌2013年には、彼女たちの憧れの存在、ブライト・アイズのシンガー、コナー・オバーストと共にヨーロッパツアーを観光。2014年には3作目となる、ステイ・ゴールドを発表。ビルボード氏のアルバムチャートトップ200の23位に、チャートインし、 一躍全世界でその名を知られるようになるとともに、同年6月に日本でもステイゴールドでデビューを果たす。またフジロックフェスティバル1日目のホワイトステージにも出演している。2018年1月には4作目となるルインズを発表。ビルボード氏のアルバムチャートトップ247位にランクインしている。ありがとうございます。